東西両軍が衝突地点と予測した美濃と伊勢、重要な戦略地点となった伊勢に伏見城を落とした西軍3万余りの大軍がなだれ込み、各地で死闘が繰り広げられました。こんにちは、RE 戦国覇王です。今回は伊勢で起きた関ヶ原の前哨戦、あの津城の戦いについてお話しします。それでは今回の目次です。1、最重要地点伊勢。2、絶体絶命の籠城戦。3、伊勢平定はならず。この流れでお話しします。慶長5年8月5日、それまで近江の瀬谷陣を敷いていた毛利秀元、吉川広家らが同所の守備を熊谷直盛、柿見和直、佐柄頼房、秋月種永、高橋元種らに委ね、夏香正家、安国寺恵慶らと尾張に移ろうとして伊勢に軍を進めました。これは東軍の政情を阻止するため、そして伊勢の東軍を叩いて足元を固めておこうという作戦でした。当時の伊勢で西軍につくことを明らかにした大名は、桑名城の氏家幸広、神戸城の滝川勝利、亀山城の岡本宗則、鳥羽城の久喜義隆などでした。対する東軍についたのは、福島正則の弟で長島城の福島正頼、伊勢上野城の分部光義、あの津城の富田信孝、松坂城の古田重勝、岩手城の稲葉道等などでした。8月5日に伊勢に侵攻した毛利秀元、吉川広家は関に布陣、夏香正家、安国寺家は椋本に布陣しました。8月13日、西軍総帥毛利輝元は伊勢が重要局面にあると判断し、増田長盛、宇喜多秀家らを向かわせました。そしてこの日の夜、徳川家康の使者として村越直義が尾張清須城の東軍先鋒宛ての口上を託され、江戸城を出発しています。あの津城主富田信孝、松坂城主古田重勝、伊勢上野城主分部光義らは家康の会津征伐に従軍し、下野小山まで下っていました。しかし東軍にとっても伊勢が重要な局面となっていることから、急遽3人はそれぞれの居城に戻り、家康が征城するまで確保しておくことになりました。すでに西軍は8月5日の時点で伊賀方面から伊勢に大軍で進軍しており、夏香正家、安国寺家が椋本まで進出していました。居城に戻った富田、古田、分部は自ら西軍の中に飛び込む形になってしまいました。特に激戦を繰り広げたのがあの津城で、伊勢上野城主の分部も加わって徹底抗戦しました。戦いが始まったのは8月24日の夜明け頃、25日まで戦闘が続きました。富田信孝は関東にあの津城の状況を伝え、家康に早く征城してもらおうとしましたが、久喜義隆が海上を封鎖していたため、これは叶いませんでした。あの津城は富田信孝、分部光義、そして古田重勝からの援軍と合わせて1700の兵で守らなければなりませんでした。一方西軍は毛利秀元、吉川広家をはじめとする毛利軍、鍋島勝重、龍蔵寺高房、長宗我部盛親などの九州と四国の諸大名、そして夏香正家らも加わった3万の大軍でした。分部光義は毛利家家臣の宍戸元次と一騎打ちを行い、双方重傷を負いました。富田信孝も自ら槍を振るって奮戦しましたが、西軍に囲まれてしまい、もはやこれまでと敗北を悟りました。その時、半月の前立ての兜をつけた若武者が短期で駆けつけ、信孝を窮地から救い出し城へ戻りました。この美しく勇敢な若武者は信孝の妻、北の方であったと言われます。しかし二の丸、三の丸と陥落し、とうとう本丸を残すのみとなってしまいました。26日、吉川広家が黙示記応募を通じて降伏勧告を伝え、信孝は城を出ることになりました。その後、信孝は維新伝庁の千住寺で剃髪し、高野山に登りましたが、関ヶ原の戦い後にこの時の奮戦ぶりを称賛され、本領安堵の上、加増されることになります。
あの津城で激戦が繰り広げられていた最中の8月25日、会津の上杉景勝が家臣の本庄重長を森山城から福島城に移し、伊達政宗に備えさせるなど、東北でも緊張が増していました。さらに同日、石田三成は近江の瀬田を守らせていた熊谷直盛、柿見和直、佐柄頼房、秋月種長らを大垣城に移しています。23日に岐阜城が東軍により落とされた以上、中心は大垣城になると意識していたのでしょう。岐阜城の戦いについては次回お話しします。なお、あの津城の富田信孝を降伏させた西軍の主力とも言うべき毛利秀元、吉川広家ら3万の軍勢は勢いに乗じて古田重勝の守る松坂城を包囲し、降伏開城させました。しかし福島正頼の守る長島城は容易には落ちませんでした。こうして伊勢の平定を完遂することができないまま、9月1日の家康出馬という事態を迎えることになってしまうのです。西軍の副将閣にあたる宇喜多秀家はそのまま伊勢に留まることは戦術上不利になると判断し、9月3日8000の軍勢を率いて大垣城に入っています。なお、その頃大垣城周辺では兵糧確保のため西軍が競って付近の稲を刈り取っていたそうです。9月7日に毛利秀元、吉川広家らも伊勢を離れて美濃に集結し始め、安国寺恵景とともに南宮山東に陣を敷き、東軍に備えることになり、8日、三成も沢山城を出て大垣城に入り、決戦に備えるのでした。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週金曜日に戦国時代に関する動画をアップロードしています。楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。